アニーはじゃんけんじゃんけんポーン。はい、今日は僕は香りのバラを出しましたので、今日の皆さんの一日はとっても爽やかな一日になるでしょう。はい、どうもとことんとくりとうとアシスタントのくーちゃんです。はい、今日は6月の5日金曜日ですね。はい、6月の5日金曜日、まだまだバラが咲いてますよ。はい、春の一番花が終わり、もうだいぶ花柄を剪定してしまいましたけども、まだまだ残っております。はい、今日は積算温度のお話をしていこうと思いますけども、皆さん積算温度ってご存知でしょうか。はい、この5月の下旬あたりですね、一番花が終わった後の次のバラが咲くタイミングですね。はい、それはだいたい1日の平均気温の温度が1000度を超えてくるとバラが開花してくるということなんですね。それなんで平均気温が、まあ、20度でしたらば2号の10、1000度ですね。2号の10でだいたい50日1000度に行った時だから50日後。はい、それなんで次の開花が7月の上旬ぐらいってことがだいたい計算できますね。はい、その7月の上旬にこう開花したバラまた剪定すると、次は平均気温20度ってわけにはいかないですよね。愛知県の夏は暑いです。7月の上旬あたりはもう30度前後あたりになりますので、そうするともう1ヶ月ちょっとぐらいで次の花が咲くんですね。そうするともう夏真っ盛り、8月の上旬ということになります。はい、夏のバラは皆さん咲かせてますでしょうか。夏バラはなかなか小さくてあまり咲かせないっていう方や、この木が弱るということで咲かせないっていう方が結構たくさん見えるみたい、お見えになるみたいですけども、僕のバラはいかがでしょうか。ちょっと去年のインスタグラムを見てみると、なかなか立派なバラが咲いてますよね。はい、僕はちょっと花数を減らして夏もいつも咲かせております。はい、あんまり全部咲かせてしまうと確かに暑い中バラが一生懸命咲かせようとするので、株が弱ってしまうかもしれませんけども、ちょっと花数を少なくさせて、もう真夏でも僕は今年も咲かせていこうと思いますよ。はい、どうでしょうか、この夏のバラ、なかなかいいですよね。はい、で夏が終わって剪定すると、今度はだんだんこう秋に向かっていきますので、平均気温がどん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 下がっていって秋バラが楽しめるというわけですね。はい、それなんでそこの今からまた7月の上旬はなかなかいいバラが咲きますので、また皆さん楽しみにしておいてくださいね。はい、それではちょっとこう今日は今開花しているバラの、はい、カットの方を見ていこうと思いますよ。はい、今日も一日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、6月上旬のバラはどんなバラがありますでしょうか。はい、まずこちらヒューディクソン咲いてますね。ヒューディクソン咲いてくれてます。どう、くーちゃん。わあ、綺麗に咲いてる。そうだよね、ヒューディクソン香りもいいんだよ。とても甘い香り。そうだね、くーちゃん、いい香りするよね。最高最高だね。はい、じゃあ上の方ちょっと花あたり花
ーっとしてみましょうか。はい、綺麗に咲いてますね。いいですね。いい香りがするよ、くーちゃん。本当だ、いい香りがするね。さあ、こちらエンジェルフェイス。エンジェルフェイスもいい香りしてたよね。うんうん、この子はいつも最高だよ。そうだよね。今日も最高の香りだね。いい香り。この子も一輪カットしておこうか。はい、そしてこちら白バラのオスカルですね。さすがに6月だけあって雨にちょっとやられてしまってますけども、綺麗に咲いてくれてますよ。はい、カットしていきましょうね。はい、こちらのマドマーゼルメアンも綺麗に咲いてくれてますよ。いかがでしょうか。はい、大きく綺麗に咲いてくれてます。香りも最高でしたね、こちら。まだまだいい香りがしますよ。はい、こちらもカットしてみましょうね。よし、このステムだからこんな感じで、はい、カットです。そしてこちらのそうちゃん、はい、いい香りしてましたよね。もうだいぶ終わりかけですのでカットですね。はい、はい、そしてこちらのエールですね。エールも綺麗に咲いてくれてますよ。はい、エールも一輪カットしていきましょうね。くーちゃん、香りはどうかな。とってもいい香りがするよ。ねえ、エールもいい香りするんだよね。よし、じゃあカットしていきましょう。いいね。こちら昨日設置したアクアポニックス、どう、くーちゃん。とっても水がきれいになってる。そうだよね、水がとってもきれいになってるよね。これこのシステムは水を浄化するシステムでもあるんだよ。水を浄化しながら、そして魚と一緒にバラも元気に成長できるっていうシステムなんだよ。へえ、すごいね。だから魚も気持ちよくなるし、バラも気持ちよくなるっていう手はずの予定のシステムなんだ。へえ、すごいね。これでバラが綺麗に咲いたらすごいね。でしょう、くーちゃん。どうかな。ちょっと近づいて見てみようか。うんうん。よいしょ。どうかな。はあ、すごいね。昨日と比べると。水がきれいになって、いい感じだね。楽しみだね。はい、本日の動画いかがだったでしょうか。まだまだこの香りのバラがちらほら咲いてくれてますので、はい、庭のこちらのメンテナンスをしながら香りのバラが楽しむことができますよ。はい、この香りを楽しみながら
バラのお世話をするというのは最高の時間ですよね。はい、これからもまだまだどんどん咲いてきますのでね、はい、楽しみにしてくださいね。はい、では本日も最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうね。バイバーイ。